ちゃんくんの芸術作品どうでしょう。このホル、ここちょっととんがってるとこいいっすね、ちゃんくん。そしてこんな感じ。さあ、マオイママが新しい段ボールをご用意しました。さあ、これアートの腕の見せどころ。今度は花柄です。これここビニールテープついてるから取った方がいいかな。そうだね、かじりにくいかも。 ここがね、このままだと浅いよね。ここにしてやった方がいいのかな。ここつけて。そうだね。でも何かでつけると、糊だと、その糊の糊はできないけど、ただ立てとくか。立てとく、自分でうまいことアートするでしょ。こうすると絵が取れちゃう。こっちもいいか。これアート作品として撮っとこうか。キリがなくない？それともまだもうちょっと頑張ってもらう？あとは儚いものだから、そうそう、一回一回。そうそう。どうかな、ジャン君、どう思う？でもこれ、これ立てておくとさ、かじりにくくないかな、ジャン君は。ちゃんとつけとかないと。つけるのにどうするかだよね。体に害のないものがね。とりあえず裏側から一回ガムテでこの辺止めといて、で、浅くなってきたらまた取って、まあそれで。ね、ジャンクが噛まないようにすればいいかな。ジャンクどうですか、これ。どうすか、どうすか。それはね、口の中がベタベタになるよ。いいんだよ。またね、作ってね、ジャック。ひらひらしてるからね。気になるよね。準備ができましたよ、ジャン君。今入ってるやつを交換しませんか。まあ、後で出たらでいいな。ここ置いとくからね。じゃあ、これもこういうふうにして、取れたね。よいしょ。はい、どうぞ。はい、これはそっちに置きますね。割と初物はポンちゃんが入りそうだけどね。はい、じゃああとは創作意欲が湧いたらお願いします。お願いします。よろしく。いってらっしゃよ。
チェーン君、創作活動まだですか？ここには入りませんか？ジャン君がさ、かじって作ったアート作品がちょうどポンちゃんの寝やすい高さになってんだよね。そのために作ってあげたの、ジャン君。そういうことですか。まだまだこれ使うのかな。なんとなくね、顎を乗せるのにちょうどいいね。うん、本当だね。だからいい。本当にかわいい。生きてるね。ポンちゃん先入ったの。どうですか？いい感じ。ほら、ジャック。ポンちゃんの顎が乗せにくいよ、これだと。いい感じにしてあげたら。